相撲ですからね、はい、土俵が時間になりました。妙義龍と宝富士です。左を畳んで宝富士が左を差そうというところで、妙義龍も右を締めて差し争いです。いつもこういう展開になる2人の対戦で、妙義龍が離れようという動き、左を差したい宝富士、叩きました。妙義龍落ちません。妙義龍も佐田の海、平戸海と十分に稽古を積んでこの名古屋を迎えています。左が入った、引いたところで残ってますかね。残ってます。ただいまの今日について説明いたします。軍配が宝富士に上がりました。もろ差し狙い、右が入った、うわ、頭と頭、阿武咲がまず出ます。叩きに落ちません。下ろして、踏み込みは妙義龍、押し合いになりました。少し錦石が引いた、脇に入ったので、はい、思わず引いてしまいましたね。まあ、経験の差です。もろ手突きです。当てがう妙義龍、組みました。中に入られた。妙義龍もろ差しです。だから、まあ、こういう逆にベテラン力士がこうやって考えてきてるんですからね、はい、ちょっと出した妙義龍、中に入れさせない、よく見て押し倒します、どん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 こう相手が置いていったという感じですかね。妙義龍、静岡県出身、翠富士。変わります。過去3対1と妙義龍がリードしています。頭でいきました。大奄美、今日は回しにこだわらずに攻めていく、もろ差しになりたい妙義龍が押し出し。ここは取組直前におっしゃった1つ先2つ先とは違うのかもしれませんけれども、試合下からあてがって攻めていくのは妙義龍。あ、ちょっと引いた、まともに引いてしまった。刺しに行った妙義龍、今場所も刺させませんと豊山が刺しに行きました。今度は妙義龍が離れる、うまくいなしました。豊山もよく残しましたが、ちょっと引いてしまった。やっぱ修士攻めてますしね、はい、あの動きはちょっと両者の呼吸がずれました。先手妙義龍、右の喉はここから下がらずに押っつけて叩いた。妙義龍の力は出たと思いましたが、そうですね、でも妙義龍のこの相撲感って、突き起こしてからの引きは分かっています。妙義龍押し出せますよね。ああ、左の体当たりに対してこう右を固めて、何かその圧力に対抗します。立ち上げ気味に行きました。明生押し出せに勝ったということになりました。あいつ悪かったの。そうなんですよ、はい、見込んだ竜電、刺させないように妙義龍、しかし2本入った竜電、寄り切り。高校の3学年の違いがありますが、妙義龍が卒業した後、英乃海が入っています。妙義龍踏み込んだ、と回しは取れない、寄り切り。残ってますかね。残ってます。ただいまの今日について説明いたします。軍配が宝富士に上がりました。脇に入ったので、はい、思わず引いてしまいましたね。まあ、経験の差ですから、まあ、こういう逆にベテラン力士がこうやって考えてきてるんですからね、はい、ちょっと、どん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 こう相手が置いていったという感じですかね。ここは取組直前におっしゃった一つ先二つ先とは違うのかもしれませんけれども、やっぱ修士攻めてますしね、はい、あの動きはちょっと大な力は出たと思いましたが、そうですね、でも妙義龍のこの相撲勝って勝ったということになりました。あいつ悪かったの。そうなんですよ、はい、